しっかり見ててね。はい、先輩。このカップはここに戻すんだけど。先輩、届かないので誰かにやってもらう。可愛らしくも貫禄がありますね。王者ですから。何か食べてますね。お腹が空いたのでしょうか。古来より王とは腹ペコなものです。ランサーを与えてみましょう。ってなんだここ。ちょっと何、やめろってな。これが野生なんですね。焼肉定食です。いえ。あの細い方をちぎって余ったチョコをつけて食べるという食べ方も。なるほどね。ブッポーユーッ。ああ、妖精プラモはデリケートに。どうしました？山上さん、服に興味がないとかじゃなく、合う服が見つからないのでは？胸が邪魔して。いえ、チビの割にはちょっとあるかなってくらいで、そんな大層なものでは。F。 そんなに小さく見えますか。よかった。F で小さい、どういうことなの。いらっしゃいませ、トモヤくん。どうかしましたか。いや、ちょっと時間ができたんでさ、顔見に来たんだ。西野さんと杉坂さんに聞きました。そちらの方はお友達ですか。って、わかんねえのかよ。初対面の方ですから。全然違う人の部屋だったっぽいんだけどって。美坂は美坂は憤慨してみたり、今度こそあなたのお部屋は何号室って美坂は美坂は聞いてみる。307号室お邪魔します。出前なら頼んでないよ。なんでこんなひどいことするの。待て待て、そのまま。吹こうとすると広がるぞ。こうやって上から叩くようにして。頭の上でアイス食べるのやめてくれない。それにそんなに食べたらお腹壊しちゃうよ。どかない、俺もヘルだから平気なの。本当に勇者バカなんだから。ちっちゃいとそうなるみたいだね。うるけうるけうるけ。こうなったらここでしてやる。え、ちょ、やめてよ。シャナ、いいカメラだよ。なんか喋ろうよ。アフ、欲しいミキ中3なの。終わり。それだけ早いよ。あと、胸大きいよ。もう、ミキミキ。寝る子は育つってことなのかしら。続いて、シロー&セイバー組は？野獣？ライオンゴー！シロー！あ、100円ください。お金いるの？市長がお呼びです。セントラルタワーまでご同行を願います。なんと、なんと、用語のみのカビな装い、見目の良い少女たちではないか。セイバーさん。うむ、美少年も良いが美少女はもっと良い。いるだけで場が華やぐからな。ありがとうございます。おう、こちらこそありがとう。これはなんだ。知らないのか。お金を入れて中身を上手に取るゲームだ。かわいいな。取ってやろうか。
このガキ。また事故ったりしないでね。今日は小町乗ってるから。俺が一人の時ならいいのかよ。お兄ちゃん、時々腐った魚みたいな目でぼーっとしてるから心配なんだよ。あ、今の小町的にポイント高い。うんうん、料理だって味はうまいし。そう、窓ガラスにペタッと張り付いたりするなんてことも軽々やってのけで、え？歩む、メガロが出た、行くぞ。でかい声出すなよ。あ、すいません。いやー、こうして兄ちゃんに抱きついてると落ち着くな。やっぱ包容力のある兄ちゃんは抱きつけ具合が違うよな。テンピュール枕とか多分こんな感じなんだろうな。やめろ、気持ち悪い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 。ごめん、本当に気持ち悪いから離れてくれ。よし、人数が揃ったところでサナイのパンで雪合戦でもするか。あの、お母さん後ろにいます。私のパンは人にぶつけるためのものだったんですね。これは全部の金。おかしかった、ダメよドブシチビ。だいたい体より大きなお菓子食うってどうなんだ。ああもう、そんなにお菓子が好きならお菓子の子供になっちゃえばいいよ。お菓子の子供になりなさい。よその子は帰ってこなくていいからね。そうだ、明日はパン食にしましょう。 BLT サンドを作ってきますよ。 BLT。 ちなみに何の頭文字だか言ってみろ。ビアーキーロイガーサトグアです。そんなもん挟んできたら蹴り倒すからな。あ、いけない。小町ったらお守りを買い忘れてしまいました。それにエマも書き忘れちゃったのでダッシュで戻ります。ああ、お守りなら俺も買っとこうか。お兄ちゃん何言ってるの。ゴミーちゃんのバカボケナス。八幡は悪口じゃねえだろ。雪乃さん、では小町はここで。あれ、お兄ちゃん、さっきの子は。さっきの子なんだそれは。この緊急時に意味がわからんことを言うな、バカ者め。うん、見間違いだったのかな。見間違いだよ。目もくらむような金髪で肌が透けるように白い、やけに古風で偉そうな喋り方をする8歳くらいのぺたんこな女の子なんてここにはいない。シロ、何をぼーっとしているのですか。まあ、遠坂には負けられない。じゃ、せっ。